コロラド州コロラドスプリングス市の郊外の空撮。トラクトハウジング型住居とクルドサック型街路で形成されたアメリカの典型的な郊外住宅地の例郊外は都市圏の内部でかつ中心都市には含まれない地域のことである。市街地に隣接した地域、外れなどを言う。城壁や白部の外の広い土地や市や 城壁の一定の境界から拡大して開発された場所で都市の外周部に位置する住宅街を指すことが多い。鉄道やバスなど公共交通施設の拡大によって現れた都市の外縁部に生じる。都市周辺部のある程度の人口の自治体が郊外と定義される条件は商業、行政など基本的なサービスの存在と地域的な連続性である。 人口密度は普通、中心業務地区周辺の住宅密集地よりも低い。ロンドン県人トンの富裕層が住む地域カリフォルニア州、3のゼノスプロール現象郊外とは、都市の外縁部地域のことであるが、日本では都市的地域や郊外の定義は明確ではなく、大都市の市内や市外を問わず、単に都心から離れた緑の比較的、多い一戸建ての多い場所、というようなものである。 日本国政府が認識している大都市圏は国勢調査の統計の際などに発表される大まかなものでしかなくアメリカのように大統領府の行政管理予算局が人口調査に基づき定義する大都市統計地域という明確なものも様々な大都市圏の定義基準もないため個々の省庁や研究者や研究機関が独自に調査しており特に政策には反映されない状態である アメリカでの調査の場合、自治体を郊外と認定する条件としては都市化の度合い、中心都市への結合度などがあるが、第二次世界大戦後にこうした都市圏調査が始まって以降、何度も通勤実態に合わせた定義や基準の手直しが行われている。日本でも類似の条件として、大都市圏への10%及び20%通勤、通学圏というものがある、こうとは、 古代中国では、都の城の外、また町外れを指していた。河の部首の大里は優を指し、作りの河は音を表すと同時に、交わり、広いという意味を表す。つまり、優に属する村外れや、城外の広い土地の意味であった。英語のサバーブは、オックスフォード英語辞典によれば、その最古の用例は1380年のサバービスであるが、これは、 古いフランス語のサバーブからさらに期限をたどればラテン語のサバービームから来ていた。アメリカ英語ではサバーブという語は中心都市から離れた自治体や中心都市に組み込まれていない地域を指している。この定義が明確に現れている例としてデイビッド・ラスクが大都市県政府を提唱した郊外のない都市と略して呼ばれることもある。イギリスでは サバーブは単に都心の近隣にある人口の多い場所という程度の意味である。オーストラリアでは大量の土地、都市の防御の不必要、鉄道の発達などから19世紀には早くもスプロール現象が始まっていた。こうした米国と英国、豪州とのサバーブの定義の違いは時折混乱を起こす。オーストラリアのインナーサバーブは シドニーなどの大都市内の人口密集地で北米ではネイバーフッドと呼ばれるものである。アウターサバーブは大都市の市境の外にある大都市圏の外縁部でアメリカでいうところのサバーブにあたる。オーストラリアやニュージーランドの都市部の行政区画についてはサバーブを参照。郊外住宅地は郊外に特化した住宅地域のことを指すが日本では一般には 中心市街地から少し外れた住宅、住宅地を郊外住宅地と呼ぶ。現代では、モータリゼーションの発達により、公共交通機関等を利用して、郊外住宅地に居住しながら都市部に通勤する人々が出現した。また、近代都市計画が目指した機能的で安全性や利便性を考慮した新市街地形成の対象として、 様々な理論や理想をもとに計画的に作られた地区も多い。郊外住宅地は世界中にベッドフォードパークやブレンサムホイットレー、ベネズエラのミランダ州チャカオシアルタミラ、エルアティジョリチャードソン・ビルヘルムス兵衛シャルホルメン、ペンシルベニア州、レビットタウン、エルペドレガルデ・サン・アンヘル、ラス・アルボレーダス、ナウカルパンのシウダード・サテリーデ、エルク・グローブ、ヤンゴンの南、ダゴン、 スティーブストン、ケープタウン、ケープ平原、ブルーム・チャンドラーなどがある。フランスは万流を参照。ヨーロッパでは、中世にはサバーブ、またはサバービアに相当する、サバービームという概念があった。中世ヨーロッパでは城壁に囲まれたウルブスには、貴族や封建領主が居住していた。それが12世紀から13世紀になると、城壁の外側に、 封建領主の支配に属さない商人らが居住するようになった。これらの商人はやがて政治的、経済的な力を増大させて封建領主に対抗するようになり、自治都市の形成へとつながるが、これらの商人がもともと居住していた都市周辺の区域がサバービームと呼ばれた。中世ヨーロッパのサバービームは町外れに形成されたもので、 日本の近世の武家地の周辺にあった超人地のように、市中の域内にあるとみなされていたものとは異なる。現代の郊外の系譜の元になった地域は18世紀、頃に形成され、その典型例はイギリスに見られる。18世紀の近代化とともに、商業活動の中心として都市が拡大したが、中心部の過密や建物の老朽化とともに富を得た、商人階級は生活の拠点を、 広々とした郊外へ移すようになり、郊外住宅地が形成された。テキサス州ダラス郊外カリフォルニア州サンノゼ郊外の住宅多くの社会学者は、郊外を都市の環境悪化に対応して作られた地域と見ている。郊外は通信と交通の発達により、都市の外に住みながら都市で働くことが可能になったことで初めて誕生した。街や都市の周りにできていた。 郊外など都市から区別された居住地域は都市部に商品、サービス、雇用の機会を頼っていた。こういった広大な範囲は町や都市の後輩地域と呼ばれる。19世紀前半、重工業の確立後は大気汚染が始まり、健康的な環境の郊外が町や都市の風上などに求められた。同じ郊外でも大気汚染に悩まされる。 場所の地価は安くなり、それゆえ、低所得層が済むようになった。同じ19世紀前半、18世紀の哲学者、イマヌエル・カントや、ジャン・ジャック・ルソーの唱えた合理主義や人間の理性に対する批判、及び、ルソーの自然に帰るというテーマが、欧米の建築や都市計画にまで影響を及ぼしつつあった。建築デザインや装飾デザインに、 自然の形状をより多く取り入れたデザインが発生したのみならず、居住形態においても自然の中で暮らす田園的な郊外が発明され、理想化された。この傾向は特にイギリス及びアメリカ合衆国において顕著であった。アメリカの19世紀初頭の建築家、アンドリュー・ジャクソン・ダウニングは自然と一体化したデザインの労働からの逃避の場で家族の境界となる。 住宅の案を提示し、後の郊外住宅に影響を与えている。最も多くの人々が自然の中で暮らそうとする結果、都市のスプロール的拡大と自然破壊が始まりつつあった。アメリカでは郊外の成長はゾーニング法令によって、またより効果的でアクセスしやすい交通手段の発達によって促進された。アメリカ北東部の古い町では郊外は労働者を 都心や工場に向けて運ぶ鉄道や路面電車に沿って発達した。こうした郊外の発達はベッドタウン、つまり昼のビジネス活動はほとんど都市で行われ、労働人口は夜になると家に帰って寝るために都市から去るという意味の用語を広めた。鉄道の利用の増加はますます郊外に住んで都市で仕事をすることを簡単にした。英国では鉄道が 最初の都市からの住民大脱出を刺激し、ロンドン周辺に2軒長屋敷の家屋が特徴的なメトロランドと呼ばれる郊外を形成した。自動車の所有が増えより広い道路ができると、都市から遠く離れた郊外に住み、通勤する傾向は北アメリカで加速的に広がった。これを都市からの脱出と呼ぶ。ゾーニング法令は住宅の建設だけが許可される広大な地域を、 設定することによって住宅地を都心の外へ外へと位置させることに貢献した。これら郊外住宅は都市部よりも広い区画の中に建てられた。例えば、シカゴ市内での土地区画は奥行き125フィート、幅はテラスハウスなら14フィート、独立家屋なら45フィートに過ぎなかった。郊外なら、例えば、ネイパービルの街のように独立家屋が決まりであり、 115フィートの奥行きに85フィートの幅が確保できた。工場や商業施設は都市の別の場所に隔離され集められた。通勤自動車によって多くの都市の都心で渋滞や大気汚染がひどくなったことによって次第により多くの人々が郊外に移転した。人口の移動とともにアメリカでは多くの会社がオフィスや工場などを 都市の郊外に置くようになった。これは古くからの郊外における密度の増加につながり、結果、より都心から遠く人口のまばらな農村を開発によって郊外住宅地へと変えていった。郊外の過密化のもう一つの解決法は慎重に熟慮を重ねて計画されたニュータウンの建設と都市の周りの緑地帯の保護だった。社会改良家たちはガーデンシティ運動によって 両方のコンセプトの良い点を組み合わせることを意図した。これに先立ち、早くも19世紀末、エベネザー・ハワードは、ロンドンの環境と貧困の悪化に対し、都市と農村の結婚を目指して、規模制限、食住近接、豊かな公園や農場、都市を住民が維持運営するコミュニティやその財源として、土地を住民が共有し賃貸する、会社組織を持った。 はるかに意欲的な理想都市、田園都市を提唱し、1903年にはこれらの理想を具現化した世界初の賃貸式、ニュータウン・レッチワースをロンドン北港に着工し、世界に影響を及ぼすに至った。しかし、現実にはこれに影響を受けた各国の都市計画は単なるベッドタウンに留まり、通勤難や都市の維持などに課題を残している。 アメリカの郊外の典型的な街路クルドサックの図北たアメリカの郊外人口は第二次世界大戦後に爆発的に増加した。落ち着いた暮らしを始めたい、帰還兵たちは大量に郊外に移動し、彼らのための住宅地が大量供給された。1950年から1956年までの間に合衆国全域の郊外の居住人口は46%増加し、 郊外化が急速に進んだ。同じ時期、アフリカ系アメリカ人たちはより良い雇用と教育の機会を求めて隔離された生活を強制される南部から北部に移動した。彼らの北部の都市への大量流入はホワイトフライトを刺激した。アメリカでは多くの人々が郊外というものを初期に計画された有名な郊外住宅都市であるニューヨーク州、レビットタウンやカリフォルニア州、 ローナートパークと同一視する。例えばローナートパークはサンフランシスコの郊外にあり、1950年代後半の計画当時は中産階級のカントリークラブとしてマーケティングされ、以後全米の郊外住宅開発のひなとなった。これらはトラクトハウジングと呼ばれ、柵で囲まれていない区画に大量生産した家屋を 工場からトラクターで運び込み地面に固定したもので、道路に沿った芝生の中に画一的な住宅がどこまでも並ぶというものである。1970年はアメリカの総人口の内郊外に居住する人口が最も多くなった転換運転の年だった。超高層ビルの建設や都心部の不動産価格の急上昇は残った住民を郊外へ追い出しドーナツ化現象を促進し、 都心部はビジネスのためだけの場所と化してしまった。そして通勤時間の長時間か夜にビジネスが終わった後の空洞化した都心部の寒散さ、孤独感、不安感を望ましくないことだと感じる論調が1980年頃までに増え始めた。しかし一方で都心から遠く離れた郊外の高速道路の インターチェンジ付近など数十年前には都市などなかった場所に新たな業務中心地が誕生してオフィスや商業施設が集積していることが確認されている。これはエッジ式と呼ばれる。日本での郊外化の始まりは路面電車や市営鉄道などが郊外観光地や都市間を結び始めた1900年代の沿線開発に始まり以来高速道路よりも 通勤鉄道に沿った郊外が形成されてきた。阪急電鉄の全身会社の沿線開発以来、戦後から現代に至る日本のニュータウン建設に至るまでしばしばレッチワースが引用されたが、食獣近接の住民によるコミュニティとしてのというエベネザーハワードのコンセプトが実現されることは滅多になく、多くの場合は単なる開発しやすい場所での住宅開発、 ベッドタウン造成にとどまった。1910年開通した美濃有馬電鉄は、脆弱な沿線に人口を増やすべく沿線開発に力を入れた。北摂地域に位置する大阪府池田市の阪急宝塚本線池田駅南西側の室町住宅地は、私鉄による初の住宅地経営となった。百坪の区画に庭付き独立住宅、住民コミュニティの確立など、 明らかに、田園都市レッチワースの影響を受けており、社長の小林十三は、当時重工業化で、大気汚染に苦しんでいた大阪市民に対し、美しき水の戸は、夢と消えて、空暗き煙の戸に住む不幸なる、我が大阪市民諸君よ。と、田園生活を呼びかけ、住宅地は完売するほどの反響を呼んだ。1920年代以降、 各鉄道会社の大都市近郊の沿線開発が活発化する。例えば、当時大阪、神戸間を走っていた阪神電鉄と阪急電鉄は、争うように沿線の駅周辺の開発を進め、多くの良質な郊外住宅地や邸宅街が阪神間に供給され、中山階級や富裕層が都市を脱出し始めた。東京では、1918年に、 渋沢栄一がその名も、田園都市株式会社を設立し、東京市南部の品川区などに、専属田園都市をはじめとする、郊外住宅地を供給し、そのために、目黒蒲田電鉄を開通させた。関東、関西その他の都市近郊の鉄道会社各社も、追随するように戦前から戦後にかけて、多くの住宅地、邸宅地を供給したが、 一般庶民も含めた本格的な公害化は第二次世界大戦後になる。多摩ニュータウンの延望第二次世界大戦後、空襲を受けた都市の住民や海外からの引き上げ者が従来の市街の外側に家を建てて住んだ。高度経済成長期には人口は大都市に集中し、従来の都市範囲には収容不可能になり、一方で大気汚染や 交通渋滞が深刻になっている。このため、地方からの移住者や大都市から脱出した住民は、鉄道で都心に通勤できる郊外に住むようになった。大都市は、鉄道沿いに無秩序に拡大を始め、狭くて、低質な住宅が沿線に広がった。東京や大阪では、戦後間もなく、郊外拡大を見越して、都市圏を取り巻くグリーンベルトを構想していたが、 地権者たちの反対などで葬り去られてしまった。ただし、無秩序な開発を食い止めるため、国や自治体により1960年代の地里ニュータウンや1970年代の多摩、ニュータウンなど大規模、ニュータウンが、郊外の緑の多い丘陵地帯に造成され、緑地の整備されたよく計画された外区を形成したが、実態は都心に通勤するためのベッドタウンであり、 ニュータウンが自立するための企業誘致や住民コミュニティづくりは最小限にとどまった。テレビで放送される緑豊かな郊外の自家用車付きの一戸建てを舞台にしたアメリカ製ドラマは日本人に大きな影響を与えた。終戦後に生まれ育った段階の世代が大都市に就職し家庭を持つに伴いアメリカをモデルにした各家族像が生まれ、 そうした家族をターゲットにした団地や一戸建てなど、郊外住宅地が大量に開発され、多くの人々が一戸建てを求め都心から離れた住宅地を購入した。高槻市南平台。大阪都市圏の郊外住宅地こうして、自営業者、工場労働者などを残し、大都市からは多くの住民が鉄道沿線の郊外へと脱出した。 全国の都市で都心部や隣接する住宅地は1970年代から1980年代に地下高騰や地上げなどにより急激にビジネス街に変わり古くからの住民の少なからぬ部分は郊外へ移転しドーナツ化現象が発生した特に中心都市である大阪市域に郊外住宅地を含まない大阪都市圏では デトロイトやフィラデルフィアなどアメリカの大都市圏の多くと同じように都心はビジネス街になり大阪市域内の住宅地からは富裕層アッパーミドルの多くが郊外へ去り後に重工業が低迷した際に中心都市の貧困化が深刻になる伏線となったまた三大都市圏においては国鉄 JR 各社のフレックス導入により 新幹線を利用した通勤が容易になったほか、並行する在来線近郊電車の運転本数や車両の充実化などにより、都心から1 0 0トル圏の鉄道沿線も通勤圏に取り込むこととなった。1980年代後半から1990年代以降、地方の都市でも内需拡大のためやバブル崩壊後の公共投資促進のための道路整備の進展や、 自治体庁舎、企業、工場などの広い郊外への移転によって、住民も老朽化した都市を脱出し郊外の分譲地に移転した。交通の中心は完全に自動車に変わり、行政や企業活動、商業地、繁華街もバイパス沿いに展開し、駐車場や広い道路のない旧来の中心市街地は、人工的にも商工業活動の上でも劣勢になり、空洞化した。 上記のように郊外化の進展した当時、仙台、水戸宇、宇都宮、千葉、福岡などのバスを中心とした公共交通網を持つ都市やその周辺においては、多くの路線系統が集中する市重点あるいは主要経営地であるバスターミナルやバス営業所を郊外に新設あるいは移転し、そこを中心に住宅地分譲などが行われるケースも見られ、現在においても郊外に、 新しいニュータウンが造成された場合、ニュータウン行きの新路線を設定したり、近辺を通る既存のバス路線をニュータウン経由にするといったケースがよく見られる。公営住宅1990年代以降、世界的な産業構造の変化によってジェントリフィケーションが進み、利便性の低い郊外からの富裕層や若者世帯の都心回帰が顕著となっている。日本では、 高度成長期以後に作られた郊外団地は中産階級の居住する均質な空間としてイメージされてきたが都心階級現象が進むにつれ高齢者世帯の孤独死や団地の空洞化など郊外の負の側面が社会問題として報道されるようになりその神話は過去のものとなっていった空室の目立つようになった 公営住宅の対策として1996年と2005年に公営住宅法が改正され、標準世帯の入居条件を厳しくする一方で、外国人、単身高齢者、DV からの避難者、障害者世帯など、社会的弱者の入居条件が緩和された。また、賃貸料の低下から、民間運営の団地を非正規労働者の社宅として利用するケースも多く見られるようになる。 その結果、一部の郊外では、以前よりも居住者が、さらに流動的となり、コミュニティの弱体化が懸念されている。カナダトロント郊外の密サが川崎市武蔵小杉の超高層ビル群伝統的に、北アメリカでは、郊外とは、商店街区や、学校の近くに一戸建ての家族の家が建ち、鉄道駅や自動車道や、その他交通機関に容易にアクセスできる、 住宅地だった。しかし今多くの大都市圏において人口の急増などにより、郊外は人口が密集しアパートや集合住宅、オフィスビルの複合施設や軽工業の工場、ショッピングセンターや大規模ショッピングモールまでが立ち並ぶ状態である。郊外に人口が密集する現在、郊外自治体が10万人を超える人口を抱えることもある。事実、 アメリカ合衆国やカナダの郊外自治体は、他の大都市圏の中心都市より大きい場合がある。例えば、アリゾナ州フェニックスの郊外自治体、メッサ市は、アトランタ、マイアミ、クリーブランド、ミネアポリス、ニューオーリンズ、セントルイス、ピッツバーグ、シンシナティよりも人口が多く、1990年から2000年にかけての間、中心都市のフェニックス自体よりも人口が、 急成長している。その他、カナダのトロントの郊外自治体であるミシサガは、北米最大の郊外自治体で、人口は636,801人、人口密度は2,125.1人、軽平方メートルに達し、ボルチモア、ボストン、シアトル、ワシントン DC、ナッシュビル、デンバー、ミルウォーキー、ポートランド、ラスベガスよりも人口が大きい。 これには20世紀初頭以後アメリカ合衆国の中心都市の市境に変化がほとんどないことも挙げられる。20世紀初頭の米国の郊外自治体は、中心都市に合併されるより次第に資産価値の維持のため自治を重視するようになり、特に第二次世界大戦後は、郊外都市は独立を維持し、アフリカ系住民や移民の増えた中心都市から距離を置き、 中心都市から流出した比較的裕福な住民層を吸収している。このため、アメリカの各都市圏では小さな中心都市が大きな郊外自治体に取り囲まれている状態になっている。北米の人口の多い郊外自治体5つを挙げると、上から順に、ミシソガ、ロングビーチ、メサ、バージニアビーチ、サレーとなる。アメリカ合衆国行政管理予算局による、 大都市圏の認定において、その県内の最大自治体が、郊外自治体ということもある。例えば、バージニア州南東部の人口160万余りの、ハンプトンローズ大都市圏の最大自治体は、人口43万7994人のバージニアビーチである。統計局によれば、この大都市圏は、正式には、バージニアビーチノーフォークニューポートニューズと呼ばれ、 歓迎によって人口最大の自治体を大都市圏名の先頭に持ってきているが、この名称ではこの大都市圏の性格が誤解される恐れがある。実はこの大都市圏は大規模コンテナ港湾と第二艦隊が母港とするアメリカ海軍最大の基地で名高いノーフォーク市が中心都市である。また大都市圏の名には含まれていないチェサピークはすでに ニニューポートニューーーーーポトを抜きノーフォークに肉薄している日本でも同じような郊外の人口像の例は、特に東京20の3 0キロメートル圏内に位置する、政令指定都市の横浜、川崎、埼玉、千葉などにも見られる。これら以外にも、中核市や四高寺特例市では、八王子、川口、越谷、川越、所沢、草加、柏、船橋があり、 これらはいずれも、中枢たる東京への依存度の高さから、世界最大級の郊外自治体と呼べるかもしれない。また、大阪2 5トル圏内でも、宝塚、西宮、尼崎、豊中、吹田、高槻、茨城、平方、寝屋川、奈良、東大阪、堺といった比較的大きな郊外都市を抱えている。ジャカルタのゴミ捨て場のスラムリオデジャネイロのスラム、 ファベーラアルゼンチンブエノスアイレス近郊のゲーテッドコミュニティ世界中の多くの地域では郊外は経済的に貧しい地域であり例えば都市での高い生活コストをまかなうことができないというような経済的社会的理由により都市の災害演舞に住まざるを得ないような境遇の人々が住んでいるこうした理由で都市災害演のスラムは個人が取り締まりを逃れて作った 不法建築物により構築され、その他社会的、法的無秩序によって不法管理されている。こうしたスラムは貧困層が自発的に都市住民から隔離居住したか、あるいは都市住民によって心理的に隔離されていることが多く、あたかもアパルトヘイトのような事態を生んでいる。いくつかのスラムでは住民は都市が生み出した。 廃棄物の山の隣に住み、その住居や街並みは乱雑に作られ、材料は従来の建築資材ですらなく、廃棄物の再利用であったりする。こうした例は、不法居住地と呼ばれる。また、モンゴルの首都ウランバートルや、その他アフリカの大都市などでは、地方から来た遊牧民たちが先住者のいない郊外に大量に、テントを張って、キャンプ生活を送っている。 もっと専門的な業者によって作られた不法住宅や長く立っている不法住宅による郊外はその占有者、住民によって貧民街と呼ばれる。リオデジャネイロなどブラジル諸都市の外れに立つスラム、ファベーラもこうしたタイプの郊外に入る。またアパルトヘイトの時代の南アフリカ共和国では黒人など有色人種は都市に住むことが規制され、 例えば、ヨハネスブルク郊外のソウエトのように、数十万人が郊外の隔離されたスラム地域に住まわされていた。ヨーロッパの大都市では、北米と違い、かつての城壁の内側にあたる、中心市街地は、街並みが保たれ、グレードの高い住宅地となる一方、貧しい人々は、城門の外側や城壁外の新市街などに集まるケースが多い。ローマの実例では、 1920年代から1930年代にかけての間、各地方から貧しい人々が大規模にローマに押し寄せ、さらなる集中も予想されたため、こうした地方からの仮想階級のための目的地として、故意に X のおぼと呼ばれる郊外が形成された。旧市街を循環するように、四方八方に仮想階級住宅が供給された開発パターンを多くの批評家たちは、 社会的秩序の問題の迅速な解決策でもあると見ていた。X の応募は歓迎されざる最下流階級を上品な正式の都市から遠ざけるからである。一方、都市の大規模な拡大はすぐに X の応募と都心からの距離を無効化してしまった。こうした郊外はローマ市の主な領域に飲み込まれてしまい、また新しい郊外がその一層遠くに作られた。 フランスでは第二次世界大戦からの復興や旧植民地の独立に伴い多くの移民を受け入れた。アメリカやイギリスでは移民は住民が郊外へ脱出した後の都心住宅地を埋めたがフランスは彼らのための団地を都心から離れた郊外に建設した。しかし宗教や肌の色の違う移民は世代を重ねてもフランス社会に溶け込めず、 失業率が高く移民2世の青少年らの失業や犯罪は社会問題と化した。こうして郊外の団地は隔離されたコンクリートの貧民スラムとなり1990年代以降万流問題はフランスを悩ませている。2005年10月にフランス政府に対する不満から20を超えるパリ近郊都市で移民の暴動が発生した。 アメリカ合衆国においては前日の通り、比較的裕福な層が郊外に流出する傾向があるが、特に北東部や中西部の大都市圏における古くからの郊外都市の中にはさらなる郊外への人口流出、逆に都市圏の中心都市における都心回帰やジェントリフィケーションの波への乗り遅れ、あるいは都市圏そのものの地位低下といった要因によって、すでに中心都市と同様、もしくはそれ以上に、 スラム化が進んでいる都市もある。その最も顕著な例がセントルイスとミシシッピ川を挟んだ対岸に位置するイーストセントルイスである。同市は1950年代まではセントルイスを支える重要な郊外都市であったが、それ以降はセントルイス都市圏のさらなる範囲拡大とセントルイス自体の地位低下が相まってスラム化が著しく進み、全米最悪級のスラムと化した。 他には、シカゴ郊外のゲイリーや、フィラデルフィア郊外のカムデン島が、このような例として挙げられる。ロードサイドの巨大モールばかりが発達し、中心市街地が衰退する傾向は、戦後のアメリカで、深刻化し、以後モータリゼーションの世界的な拡大に伴い他の諸国へ、1990年代以降は、日本の地方都市にも波及している。ニューアーバニズムや、スマート、 グロースといった社会政治学的運動は再現内都市スプロールの脅威に対する回答として北米や北欧で広く流行するようになった。都市計画化、建設業者、建築からの間におけるこの運動が望ましい郊外のあり方として支持するものはより濃密でより都市に似たコミュニティとゾーニングの緩和による土地利用の混合や重症候混合の建物などである。こうした 地域共同体は、食住接近型なので、遠くに通勤する必要はなく交通渋滞の緩和につながり、住民の間により良好な共同体的つながりを育てることにもなるだろう。またこうした地域共同体は、どこへ行くにも可能な限り自家用車の使用を抑え、依存を減らす方法の模索の結果である。海外におけるニューアーバニズムなどの運動は、こうした理念を体現した。 ニュータウンの開発のほか、都心回帰に伴い既存の都心の老朽化した建物群に新しい住居や店舗を整備する地域リノベーションの両方に結実している。イギリスでは政府が2003年以来南東イングランドの一部で新しく許可された住宅地域に対し一定以上の密度を課そうとしている。このような都市戦略を取ることで一人、 数との市民の平均移動距離を減らすという目標に成功する地域がどれだけできるかは今のところ不明である。イギリスにおいて新しいキャッチフレーズは団地建設よりも持続可能なコミュニティの形成をである。このアイデアが今その成果が疑われているアーバンビレッジの理念に置き換わりつつあるがどちらのアイデアも新しい病院や学校、公共交通の建設に 民間資本の関心や関与が強まることにより試練を受けている。こうした民間資本は新しい住宅地域に十分な人口が集まらないと公共施設の建設やサービス開始をしようとしないからである。郊外が上流階級や下流階級までに至るアメリカ人の生活の主な舞台になるとハリウッドやその他インディーズも含めたアメリカの映画は都心部や 農村だけでなく、郊外に住む家族などを題材に作られるようになった。単に郊外が、舞台の作品は無数であり、郊外に対する考察を含む、または郊外そのものが、テーマの映画作品や、テレビドラマも多い。アメリカの映画やドラマは、第二次大戦後、アメリカ内部のみならず、全世界に対して、理想的なアメリカ郊外生活のありさまを、発信してきたが、今日では、 郊外生活の問題を発信する方向に変わりつつある。例えば、シットコムなどは大都市に住むユダヤ人たちや若いクリエイターやエリートを描く以外、残りはほとんど郊外が舞台である。アニメーションでは、ザ・シンプソンズも舞台は典型的な郊外である。また、デスパレートな妻たちのように話題となるドラマの多くも郊外生活者の空気や焦燥を描いている。 またロックなどのポップミュージックにも、古くは、モンキーズのプレザントバレーサンデー、デビッドボーイのブッダ・オブ・サバービア、近年では、ペットショップボーイズのサバービア、グリーンデーの野草・オブ・サバービアなど、郊外を扱った曲は、毎曲に暇がない。また、文学や、美術などでも郊外は重要なテーマである。ファベーラや、ゴミ捨て場のスラムなど貧困な郊外から、 先進国の中産階級用の郊外住宅の均一な風景、その確一的な生活など題材は無数である。アメリカでは、レーモンド・カーバーの郊外生活者を淡々と綴った小説作品、あるいはグレゴリー・クリュードソンの郊外風景に異物や奇怪な出来事を紛れ込ませた写真作品、日本では、 本間隆の東京郊外のすでに年数の経過したニュータウンを撮影した写真シリーズなどが一例である。アメリカではサバービアという用語が頻繁に使われる。これは郊外生活のコンセプトを、画一的な住宅での画一的な各家族の暮らしの中に自然な人間の欲望、真のコミュニティを求める心、公共の福祉への関心といった。 穏やかな社会を破壊しかねない力をひたかくしている、きっかいだけどそばから見ると笑える人場面という形で縮約する用語である。1950年代から1970年代におけるアメリカの住宅市場の事実上の分離によって誕生した他の人種は住むことができない白人地域を指してサバービアと呼ぶこともある。 1960年代から1970年代にかけて全米にレビットタウンのクローンのような郊外住宅が立ち上がった時代に生まれ育った多くのアメリカ人は郊外で暮らすティーンエイジャーの頃にアメリカの郊外の本質的に清潔で退屈な性質を思い知るようになった。サバービアという概念はこうしたことやその他アメリカ郊外生活の奇襲を含むものである。 大衆文化は1980年代から1990年代初めにかけてこの概念を取り上げるようになった。英国では様々なテレビドラマなどがサバービアをよく手入れされているが無情で退屈であり、住民もそうした状況に自分の振る舞いを適応させようとしたり、統制された味気ない雰囲気をかき回そうとしたりするように描いている。アメリカではデビッド・リンチが同様の しかしより暴力的なテーマを扱っている。サバービアをテーマにしている映画群、サバービアムービーなる映画ジャンル名が使用されたこともあったが、あまり定着はしなかった。アメリカンビューティー、マグノリア、アイスストームなどが制作された20世紀末頃に使われた。ありがとうございます。